天ポイントから使いました。これどこですか？楽天ポイント。来月もあれか。うん、楽天のやつ。なんか、うん、結構あるなと思って。咳止めもし直すんでしょう。あ、そうなの？うん。飴？咳止め。薬。飴でしょ？いや、普通の薬。あ、そうなの？錠剤。あの薬を過剰摂取して飛ぶ人間がいるから、そのせいらしい。ああ、東横でしょ、どうせやってんの。それ以外でもやってる人いるけどね、すげえ迷惑だよね、うん、てかあんなによく変えたよね。だから回りまくってるんでしょ、うん、
の財布に入れちゃうから、本当はそういうところに使う資金もなくなっちゃうから増税って言ってるんでしょ。それはアホじゃないのって痛くなりますよ。てか岸田政権になってから4年、うん、こんなに日本変わるってぐらいやばくね。やばいね。コロナ禍のせいっていう言い訳にはもうできないレベルだよな。それだったら景気は良くなってますね。こんなに変だったっけ、こんなにひどかったっけって思っちゃう、うん、いろんな賛否あったけど、あれだったよな、トランプさんと安倍さんの時は結構なトップの人たちが会議に全員出席してくれたりとかすごかったよなって今思うな。その世界的にどういう風にやっていけばいいのかっていう立ち回りがすごく上手かったかな。すごいね、うん、接待とかも本当に上手かったかな。いやだからあのトランプさんに気に入られたのがでかいんじゃん。確かにトランプさんすごい破天荒なところあるけど、行動力と言葉結構強いだろうね。なかなかそれに比べて申し訳ないけどバイデンさんはどうみたいな話だ。一つでも長けてるものがあればまだ良かったんでしょうけど、ないもんね。ないね。あ、長けてるところはあれか、失敗をものともせず我が道を突き進む謎の精神力だけは強いぐらいか。政府ってなんでそんなに金金金金っていう動きがすごいんだろうって思ってしまう。いや君らあるでしょ、そんなに年収1000万とかあるんだから。謎なんだよね。それは裏で何かやってるからですよ、うん、まあ、その金でね、別にね、金は天下の回り物とかしてくれるんだったらまだしも、そんなこともなんかなさそうな感じだし、なんもないからね。しまったのもいろいろあるけども、関係ないよこれは。あの布マスクとか賛否いろいろ言われてたけど、あれを配ったタイミングでさ、変なマスクが高かったり変に買えなかったのが変わっ、値崩れしたじゃん一気に。まあ、あれはいい動きだったと思うけど、うん、そうだったよ。うちの会社は一体どっからマスクを毎回仕入れてんだんだろうって毎回気になってたけど、うん、出勤するときはもうマスノーマスクで行って、職場でマスク使っていいよって置いてあるから職場のマスク使ってたけど、毎回切らさずにのあったから絶対高いやつを買ったんだろうなわざわざと思って。いやそこまでしてくれるから意外とブラックの割にはホワイトなことするんだよあの会社、変なところで。
さ、ちょっとこう布マスクを作るっていう楽しみを一つ増えてさ、ちょっと気が紛れる人も中にはいたじゃん。すげえよ。